はい、どうも、ジョーカーズのゆうたと。もうです。突然始める。はい、今、全然準備してない。今日ね、バーベキュー。まあ、ちょっと遅めのね。夏らしいことしてないしね。してなかったから、ちょっと、一般の夏休みが落ち着いた今。はい。ちょっとね、やっていこうと。ちょっと、今ね、自粛で疲れた。間違いない。そう。ちょっとアウトドアしないと。うん。今、準備中です。今日は、それだけの動画。ただただあなたたちは僕たちのバーベキューしてる姿をただただ見るだけそういう動画です。たまにはいいでしょでね、バーベキュー見て、あ、私もバーベキューしたいなって、じゃあ今夜は焼肉にしましょうっつってで、ぜひ焼肉屋さんが儲かっていただければ火を起こしちゃいます。まあね、風がいいね。いや、そんな暑くないか。割と涼しいよ。まあでも俺汗だくなんだけど準備してたからね、火使ってたからね。火を起こしております。起きろっつって。面白くない？おお、すげえ。何それ、割れないやつじゃん。しかも、ここにこうなんか飲み物持ってる。そういうこと。あれとか言う炭って不思議じゃない？確かに言われるとね。だってこれ一回燃え切ってんだよ。いや本当だよね。木をさ、ああ、燃やしてさ、要は炭にしてるわけじゃん。ああ、それがさ、もう一回着火するんだよ。バーベキューするための道具になっちゃってるもんねすごいよね。不思議だよ、燃え切ったのに燃えるっていう。うん、ああね、こいつらは勝つんだ。燃えている。燃え尽きない。燃え尽きない。ずっと発火してる。炭のような人間になる。そうだ、根強いね。で、まあ炭の方に行けばいい。じゃあ乾杯しましょう。最近僕が流行っているこの、イタリア産のモレッティってビールですね。最近僕が流行ってる。朝日さんの炭酸ですね。うまいよね。乾杯。乾杯です。あー、うめえ。あー、酔っ払ってきた。あー、酔っ払ってきた。あ、僕は運転なんでね。よく昔ってよね。何を？バーベキュー。やったね。あの、アホどもの撮影の、はいはいはい、が絶対バーベキューだ。あー、うーん、やってた。あれって1日で撮るの？いや、2、3日だった。だから無理か。無理無理無理ですね。疲れちゃう。だから衣装とかちゃんとあれ合わせて。一回ね、超時間空いちゃって髪の長さ全然違うじゃん。そうだよね、あったあったっていうシーンが実はある、うん、あっち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 、ね、開かないんだけど。え、ビニールしてんの？え、ゆう。やーさーん。飯してろ。俺、夜に見たらやばい。いやもう、夜中やばいね。夜中見たらやばい。自分でお腹空いてるから。焼肉丼食べたから。俺、編集しながら腹減ってるから。編集しながら焼肉丼食べてるかもしれない間違いない。できたぜ。ほら、まあまあ、ほら、うん、このさ、あの角度でさ、自分が映ってんのかがわかんない。映ってる、がっつり映ってんだ。一番映ってる。座ってるから一番映ってる。うん、ファンのために。そうだ、ファンさ。ファンさ。鼻で笑ったな今。ふんとか言って。ひどいです。マネージャー。マッチのみにマネージャーです。
にちは。もしも桃木が彼氏だったんで一番濃いよ。よしこ座っとけよ。俺が全部日記を焼いちゃってくれたってさ。ありがとう。今回はダメで、ダメだ。バーベキューってまずくなりようがない。そばができました。うわー、じゃあ食べてください。ありがとうございます。作った人に感謝していただくんだぞ。うわ、美味しくねこれ。おいすっげーマジ。落ち作ってんじゃねえ。あ、もういい、そういえばさ。完コピだわ。はい、ということで。お腹いっぱいです。まあね、ちょっと夏気分。はい。ただ、ひたすらね、食べてる動画を見るだけになってしまいました。何も面白くなかった。久々にね、ジョーカーズでバーベキューやりましたけど。はい。来年はね、もうちょっとどっか行ってね。じゃあ、沖縄ですかね。沖縄いいっすね。海見ながら。そんぐらいの、ね、いい絵をお届けした。こんな、ね、家の間の絵はね。この今年だけにしましょう。はい、はい、ということでバーベキューをしたよーっていう。しましたよ。だからね、あのジョーカーズとね、バーベキューしてみたいって思った方はグッドボタンとね、チャンネル登録お願いします。来なかったでしょ。マジで来ないと。いや、押したらそう思われるんだ。予想来ないよ。次回の動画はお部屋に行きたいと思います。Adiós.